続いての姫川ロシアンルーレットは What's inside the box? What's inside the box? A から D の箱の中に手を突っ込み、姫川を崩さず中身を当てるバトル。恐怖に打ち勝つ強い心が試される。このバトルは榊原と駒田が対決。勝ったチームに10ポイント。まずは榊原が挑戦。まずじゃあ A から D、 榊原さんボックス選んでください。それじゃあエリコさんの私物でいきます。エリコさんの私物スピード一回忘れてもらっていいですか皆さん。スピード一回忘れてください、すいません。さあそれではカエルさん、はい、じゃあ A 開けてください。オープン。あーあー、あこれは大丈夫ですか？なんかお約束。これはちょっと俺信じられない。まあちょっといい、あえてヒント出すとしたらですよ、難しすぎるから、はい、まあ、シーフード系ですよね。シーフード系というのか。名古屋ディビジョンリーダーの僧侶、ハライ空港にちなんだ木魚、榊原当てることができるか。まずはですね、カメラ目線で決め顔、そしてかっこいいセリフをお願いいたします。味噌煮込みにしてやるぜシーフード。名古屋背負ってますね。その顔崩せないまんまお願いいたします。当てるってことですからね。そこから？穴探した？もうちょっと危ない危ない、崩れてない崩れてない。顔崩してないですよね。大丈夫。あ、もうそこ口よ口よ。大丈夫ですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。一回出してください。一回出してください。手を。もうアウトですけどね。今うちの子は感情が豊かなんですよ。それがダメなんですよ。もう一回やってください。この子にしては抑えてた方なんですよ。もう次はないですよ。もう次はもうアウトですからね。いける俺らももう一回しか言わないよこれ。ということで榊原泣きの一回。今度こそ味噌にまみれさせてやるぜ。さあそれでは改めてお願いいたします。ダイレクトショット。俺ら見えないからさ。分かった。何これ？これが、あ、いや。ダメよ、崩したらダメ。崩れてないですか？崩れてないですか？もう崩れてるけどな。冷静さは。なんですか？なんですか？なんですか？取り戻した。声はだいぶ。声はオッケーだ。さあ、なんでしょう？シーフード？アコヤガイ？残念。ダイレクト。いきます。気をつけて。本当気をつけてくださいね。顔変えちゃダメだよ。変わりません。声は変えて。マジで気をつけてねこれ。やめてください。やめてください。顔崩れないように。わっ。意味のないほどかし、意味のないほどかしが入りました。泣いてないですね。ゆっくり。全然平気ですよ。全然平気ですよ。気をつけて。気をつけて。開始早々、駒田が先ほどのリベンジ。榊原、姫顔を崩し失敗。